良い子のみんな、こんにちは。歌のお兄さん、だがイケてるです。歌のお姉さん、ただの歌のです。体操のお兄さん、桃田裏道です。今日もみんなでいっぱい元気に歌って遊ぼうね。まずはイケてるお兄さんも大好きなこの曲だよ。泳ぐ水槽は狭すぎても広すぎても死んじゃうからね。表面や面白さだけで男を選んじゃダメよ。ジェンダル現象。後輩見て遊ぶのやめてくださいよ。この人なんでこの仕事してるんだろう。いいかな良い子のみんな、将来どうしても元気が出ない日がきっとあるはずだけど、そんな日に押し付けられるポジティブという聞こえのいい言葉の皮をかぶった現実逃避、責任放棄、そんなものに惑わされてはいけないよ。朝が来てしまった。テレビアニメ裏道お兄さん